ね。黒すぎるマジで。ちょっと待って、これやばいやばい。わかんねえ、思考が動かん。ちょっと強引出てくるのかい。やばい、装備しやがった。他に恐怖という感情が欠落している僕でも多少なりの恐怖は感じました。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはダンスギャザリング第14話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたダークギャザリングですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、前回また新たな卒業生がやってきて、後半クールに入り、どん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 卒業生の姿が明らかになっていくぞということで、まあ本当になんかもう危険度 S ランクにどん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 行くし、なんかもう本当に卒業生は卒業生でやばいし、なんか身内にも外にも爆弾がいるというとんでもない事態になっているこのダークギャザリングなんですけど、もうちょっととんでもない。爆弾といえばもうエイコちゃんもやばいし、まあもうダメだよ。あ、それでは見ていきましょう。よーいスタート。さて、 QF トンネル、吹き上げトンネルらしいです、大梅市。さて、ちょっとこんなのばっかりだと思うと、もう行く、あははは、もうエイコちゃんですらえってなってるじゃん。さて、うんうん、あー、そういうこと。そん、99、わお。重い空気。わあ、集まってるってこと？ここだけで卒業生相当。うん、こんにちは。え、だんだん、え、これあれじゃん。うん、逃げてたの？寿司。あー、したたかだね。ん？あー、身代わりってこと？お、うん、まあそうね、ケイタロウだね。弥生ちゃんもやられかけたくらいだからな、 H 上司で。一つ二つその目に、さあこれで合わせていただければぴったり合うと思います。時間よりこういうオープニング口ずさんだ方が割とぴったりハマるよね。泣いたりないものにない。さあ、さあ、ここ卒業生、 H 上司、総上、軍隊の人、さあ、なんかすごい、てか、やばそうなのいっぱいいるんだけど、モンスターが。
モンスターパラダイスなんですけど、2つ今期で戦うのかな。でも全部巡るって言ったけど、さあ思いのほか F トンネルが強いから戦えるってなるのかな。さあ行きましょう。S ランク、うん、っていうかもう直結してやばいって話だよね。関わった時点でやばい。きっかけ、うわ、和服。くしゃー、違和感が多いな、多いな。すごい、あ、そんな YouTuber みたいに検証していこうみたいな。ちょっとこれはあるでしょ、これは。かわいい。やばい、見込みが遅い。阿部寛のホームページ見て回復しないと。さあどうにもならない、もう狙われたってことだ多分。え、あれ、はぐれた。え、やっぱくない、エイコちゃん単体は。あー、やっぱやばい、これあれだ、和服じゃない。あれ、かわいい。また、そうなの？クッキーか、え、あ、なんで置いてってたの？え、でもこれ多分実在の人だよね。幻覚じゃないよね、 YouTuber っていう概念がある。あー、あれとは、斧？わ、人づてはちょっとな。え、よくそんなとこ来る気になるね。早くない？これ何？あ、ケイ君たちだけ招かれた？エイ
こちゃんは弾かれたのかな。あれ、あ、やばいかもこれ。あ、やばい、無限ループって怖くね。やばい、メビウスの輪に入ってます。終わりが見えねえ。これやばくないっすか。は？これ無限ループだ、入ってるわ。外。何？え？どういうこと？鉄塔システム？あ、そうなの？何これ、内臓？何これ、虫？なんか腎臓とかそっち系じゃないの？両端で走り続けたらどうなるんだろう？ぶつかるのかな？メイメイ歌姫メソッドでなんとかならないかな？さあ、でもこれ二人が閉じ込められたらまずいな。対処できない。なんか空気がちょっと、なんかそうか、シリアスを知らないんだこの子は、アンナちゃんは。ちょっと僕はもうケイ君とかのケースを見てるから怖くてしょうがない。怖くはないんだけど、あの怖さないから。あ、え、もうマジ、うん、よくする気になるな、そんな話を。恐怖の欠如している僕だから。あ、増えてる、肝臓が増えてる。え、これ肝臓だよね多分。何、ここ焼肉屋ですか。ちょっと、あ、なんだ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 。てか、これループするたびに増えてりしてるんじゃないの、内臓が。え、ちょっとマジやばいよこれ、マジでやばいよ。アンナちゃん、アンナちゃんやばいよマジで。カーブミラー見た瞬間に終わったってこと？ん？え？ちょ、二人いるんだけど。うん、具体的に。エイコちゃんが、マジ大きい、おわん、マジかよ。なんで連れてきたの？じゃあ、アンナちゃんも神隠し？はん。え、ちょっと待って、この子もやばい。すごいメンタリティ。え、で、これどっちだどっちだ。グロいグロいグロい、どっちだこの子は。え、内臓ひ、え、殺されてる。うわっ！
だろこれマジ。え、てかこれあれじゃん、黒すぎるマジで。ちょっと待って、これやばいやばいやん。帰ろう、今から帰りましょう。これあれじゃん、慶太郎と話してた。え、これやばすぎるだろマジで。あ、足は見える、足ある、あ、出た。もうマジでやばいかも、これ何あれ。え、マジかよ。この幽霊がやばいのか。あ、この幽霊がやべえんだ。多分これ殺神鬼よりこっち。ああ、可愛い顔してらっしゃいますね。で、ガタイにその顔は合ってないって。やめとこうぜ。あ、もう終わりです。あ、ちょっと待って、やば。あ、もう、あ、すごいいい笑顔です。もう、もうどうしたらいいかわからないんだけど。ああ、顔が見える、顔が映ってる、顔が映っておられますわよ。逃げ切った。ああ、ああ、もう行くも地獄、帰るも空いてるよ。ちょっと待って、もう逃れられない。やめて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 、怖い怖い怖い。か、ああ、まあマジでやばい。ああ、すいません、怖いです、すいません。ごめんなさい。あ、あ、おー、こう、みんな笑ってる、いい笑顔。あー、ちょっと待って、はい。やめてくれ、マジで。あー、手出たよ、この手がいっぱいつく定番。あー、てやんだ、ちょっと、これどうしたらいいの？わかんねえ、思考が動かん。マジで、どうすんの？あ、これ、エイコちゃんの形を？あ、そうか、3人か。足がやられたってこと。え？旧 QF トンネル？ガチでやべえ。あ、ちょっと強引、なんてパワープレイ。流した。あ、あの子の友達。あー、髪型が変わった。おい、ちょ、マジかよ。でも行くしかないよね、これ。ガチでやばいよ。足切られそうになったところだよね。あ！なに？ま、守ってください。あ、守ってくれる？くれたりする？逃げちゃダメ。あ、え、やばいやばい。悪霊大バトル始まる。
マジでやばい。ああ、って、これどっち、格としてはでも相手の方が上だろ。ああ、足をちぎられた恨み。いや、お消える、後ろ、沈めてる、強い。え、エストンネルちゃん強い。え、出てくるのかい。いや、強っ。マジでこんな具、え、なんだ、え、なになになに、なんか、なんか新たな顔、新たな、あ、付け替えた、やばい、装備しやがった。ちょっと待って、やばい、引っ張られる。あーって、装備してやがるぜ。あー、かかってこい？え、行くしかない。変わらない。うん、うん、うわあ、ここ？し、いや、きついな。え、きつすぎでは？あ、ちょっとマジできつくないこれ。あ、ちょっと本当に大丈夫そう？大丈夫そう？あ、マジかよ。ちょっと待って、やばいんだけど、ちょっと今回マジ怖え。恐怖という結果、あ、やっぱ田村ゆかりさんか。あ、これ？これ違うよね？これ、エストンネルじゃないよね？いやもうマジでやばい。ちょっとさすがに恐怖という感情が欠落している僕でも多少なりの恐怖は感じました。ちょっと、なんだろう、この、なんかさ、この無情感ってこういうことを言うんだろうなって思う。なんか、何もできない。何をしても意味をなさないんじゃないかっていうこの恐怖。だからもう、出会った時点で積んでるっていうこの恐怖が本当にエグかった。避けようのない。いやもうちょっと、あの全身がこわばった。本当に今回ちょっとやばかったわ、マジで。そっからこんな明るい曲に変わりました。明るい世界観 Tonight。弥生ちゃんどうする、マジでちょっとやばすぎるって、もうやめないですか。あ、いや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 、あ、やばい、弥生ちゃん、あ、食べられた。解き放つのは、もうやっべえ、ちょっと待って、これちょっと今回やばすぎでしょ。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、ちょっと今回一番怖かったかも。今回一番怖かったかもしれない。ちょっとマジでちょっとどう声を出していいのかが全く分かんなかった。本当に怖いよこんなの。
あの何追体験しちゃうよね、このどうしようもない感じというかさ、なんかさ怖いじゃん、全く話の通じない相手って。わかるでしょ、なんかクマに会った時ってこんな感じなんだろうなっていう気分になった。あ俺死んだわみたいな、あ俺で死ん、なんかクマにもうこうされてる気分だよね。もうこの距離感で、この距離感でクマにこうされてる気分。悪い俺死んだみたいな、もうそうなった気分でした本当に。あこれあ死んえこれ無理あおおおさすがに英子ちゃんも懲りたんじゃないですかこれで。うん、いくらあんなにビビっていた英子ちゃんでもさすがにこれはやばいよね。いやこんな体験したら僕多分二度と外出れなくなると思う、怖すぎるって。うん、いや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 、ちょっと落ち着いていられねえマジで。そうか、だから死刑に QQF トンネルのことを聞いてたのか、あっちが怪しいと弥生ちゃんを思っていたからこそなんだね。あでもやっぱり慶太郎の勘っていうのを信じているわけだ。あーでも女の子を狙うわけだね、うわ卑怯だな、弱い女の子を狙っているわけだ。俺は弱いやつが大好きなんだ、死ぬまで弱者を蹂躙するぜみたいな、そういう感じなんだろうな。いやマジでちょっと今回ちょっと次元が違ったわマジで。ちょっともう本当に何を言ったらいいか分からなかった本当に。もうマジでちょっと手がつけられないヤバさ。うん、なんかさ今まではさ、うわヤバいヤバいヤバい、どうしよう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 っていう風になるんだけど、今回に関してはもう多分どうしようどうしようって迷ってるのすらもうヤバい、考えるのも無駄だわと思って、あこうこうもうあ終わりですみたいな、本当にこれどうすんのっていう感じ。打つ手なし、もうだって全裸でクマと向かい合ったとって何ができるか、人間は何ができるのかっていう話ですよ。もうただ食われるしかなくなってしまう、そういうちょっと恐怖感。うん、でそれでいて英子ちゃんがそうなってるからね、え慶太郎とかだったらさまだワンチャンあるんじゃねえ、なんか弥生ちゃん来てくれんじゃないかとかさ、なんか慶太郎の中でなんか持ってるこのね形のとこがなんとかしてくれんじゃないかとか、弥生ちゃんだったらなんとかしてくれんじゃないかって思うけどさ、英子ちゃんってそういうの一切ないからさ。いやいやもうだから本当にそうだからこそ装備なしにクマと向かい合ってる気分だよね。うん、でそれを見せられてるんだよ僕は。エイコちゃんに感情移入をしながら、エイコちゃんだったら、俺がエイコちゃんの立場だったらもうマジで怖いよねみたいな風に思ってるし、ただエイコちゃんも巻き込まれてほしくないから、もう自分でありエイコちゃんが襲われることがもうやめてって思うけどさ、どうにも止められないじゃん、時間は進み続けるんですみたいな感じで、もう牛になっちゃいますわっていうところではあるんですけど。あー、ミサキアンナちゃん、でもさ本体ってさミサキアンナちゃんなんじゃないの、どうなんだろう、呼び寄せてるのは多分ミサキアンナちゃんだよね。うん、多分で、最初に襲われた、ね、YouTuber なのかどうなのか、うん、わかんないけど、YouTuber の美咲アンナちゃんが襲われて、多分、だから、ふと集まってくるみたいな話っていうのは、だからそういう心霊愛好家みたいなものを、アンナちゃんは見抜いて、そこに引きずり込むっていうことをしてるんだろうね。多分、なんか多分、積極的に狩りに行ってはないんだろうな、あの、幽霊は。うん、いや、皮剥いでさ、つけるっていうの怖すぎない？いくらなんでも。ちょっと、あのね、よくそんな発想ができますね、作者さんはね。僕だったらできないよ。ちょっと怖すぎるって。内臓を並べたりだとか。腕と足を切って、もうさ、腕と足を切っても笑ってるんだよ。もうその顔が剥がれたアンナちゃんが笑ってずっと言ってるのがマジで怖くて。ああ、いや、顔をつけるじゃないんだよ、剥がされた。似合ってないぞ。ちょっと、ガタイと顔が合ってないぞ。どうしたらいいんだ？うん、しかも装備してるし、今なんか、まあ、装備っていうか多分皮つけただけなんだろうけど、あのレベル S トンネルのあいつもかなりヤバかったよね。なのにあのレベルですらもう相手にならないって相当ヤバいし、エイコちゃんもちょっとガチでヤバいっていうのをさ知ったからこそすごい必死でこうヤヤちゃんって叫んでたのも、もうさこちらを焦らせるやん。もうやべえな。どうやって攻略するんだろう。ちょっと続きとりあえず気になります。卒業生を使えないんだよトンネルの中で。とりあえず救って抜け出して外で卒業生に食ってもらうっていうのが一番手っ取り早い流れだと思うんだけど、いやどうする気なんだろう。全くもって読めないのでちょっと次回注目していきたい。なんか相手がヤバくなればなるほどすごいなんか緊張感が走って面白いですねこのアニメ。ヤバいな、ちょっとヤバいな、怖すぎてる、怖すぎるけど目が離せない。はあ、どうなっていくのか注目していこうと思いますので次回も楽しんでやっていきましょう。以上ダズギャザリング第14話でした。バイバイ。